皆さんこんにちは。フラワースクールヘクセンハウスのマムネユウコです。今日はですね、千葉県で、カラー新品種愛称募集というのを、そうですね、やっていましたので名前をつけて応募してみました。そうしましたら、じゃじゃん、このような、お米が送られてきました。こちらのお米は、つぶすけといいまして、千葉県で13年開発してきた新品種だそうです。なんかね、後ろに書いてあるんですが、大粒で程よい粘りと弾力があり、コシヒカリと同等以上の、お味なんて書いてありますので、今晩楽しんでみたいと思います。そしてこのつぶすけのピンバッジも入ってまして、ちょっと見えますかね、ここ、お米の粒の形してある中にチーバくんがいるんですね。このようなピンバッジが入っていました。まあ、お手紙が、このようなお手紙だったんですが、しかし、名前が一体何になったのかというのを書いていなく、愛称発表および本格デビューは令和3年秋になりますって書いてありますので、またその可愛らしいカラーが、手に入りましたらば皆さんにご紹介したいと思います。では今日も良い一日でありますように、ありがとうございます。